ということで、今日はですね、じゃじゃん、じゃじゃん、はい、石田先生に来ていただきました、うん、めちゃくちゃボーカルが盛り上がってましたね、うん、すっごい楽しそうな感じで、帰る時もみんな笑顔満点満載笑顔満点満点で、すごいね、帰ってくれてすごい良かったなと思います。私もね、大好きな先生なので、またあのボーカルが遊びに来てほしいなと思います。それではどうぞ。はい、ということでダンス科ですけれども、参加は今日はなかったわけですけれども、次週といいますか、次週ですかね、7月21日お待ちしております。次回はですね、大輝先生、メディア振付師大輝先生によるダンスワークショップもあります。そして来週なんですけれども、夏フェス、にて、7月14日土曜日東京ゲゲゲイ、ライブありますので、ぜひぜひ見に来てください。そしてかつ、あの14、15はですね、サマーレビューもありますので、ダンス科も出ますよということで、はい、ぜひお越しいただければと思います。はい、今日はサウンドクリエイター科参加者いなかったんですけど、音響照明の体験レッスンのところをちょっと覗かせてもらいました。とても楽しかったですまた次回は作曲体験、レコーディング体験お待ちしています。はい、今日は参加、ミュージシャンが参加ありがとうございました。今日はなんと、ギター1人、ベース2人、ドラム2人ということで、かなりのもう大盛り上がりですね。最近そうなんですよ、最近もうミュージシャンが女性が本当に熱くて、女性ミュージシャンもたくさん今、高校生がたくさん来ていただいてね、本当に嬉しいんですよね。なのでまた、次週もね、次週ですかね今日は言いませんよ、7月21日ですね、次はね、また遊びに来ていただければと思います。ありがとうございました。はい、今日はありがとうございました。たくさん来てくれてですね、音響照明、そして音楽ビジネス希望 の学生さんたちも、ね、来てくれて音楽ビジネス、ね、希望の人たちも来てくれて、今日は本当にたくさんの人数でやったんですけれども、音楽業界にちょっとでもね入りたいと思ってくれたんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、どうですかね。でも本当にあの音楽業界で働くことは楽しいことなんで、ぜひですね、どうしたこれだけど、これがこうね、何ですか？わかるね。全然わかんない。もういいです。はいはい。ガラスのライトの見せかけてチェック。ああチェック。長いですね、この方ね。いちいちね。はい。っていう感じなんですけどね。でもとにかくまた来てほしいなっていうことと、サマーレビューはね、音響照明家たちの子たちも活躍しますから、そして音響の皆さんも活躍してるので、ぜひスタッフのね動きを見に来てほしいなというふうに思います。ときめつでぜひ来てください。お待ちします。はい、しもしも国際音楽探偵立て専門学校でございます。はい、今日は福島から参加者は福島の方でした、来ていただいて、遠から来ていただいてどうもありがとうございました。来週も再来週もまた来たいですっていう話もいただいたので、すごく嬉しいなと思いました。来週は秋さん、秋さんがちょっと似てるいくら濃いですね。秋ない秋さん、いくら言っても飽きない秋さんが来週も来てくださるので、チェイ来週も来ていただきたいし、再来週は韓国からチェイニョン先生が来られます。チェイ先生ので28日もチェイ連続で参加していただければと思います。お待ちしておりますので、チェイ参加してください。ありがとうございました。ということでね、いろいろ盛りだくさんのショーになっております。皆さんのこと大変お待ちしてますので、日本語おかしかったね、すごいお待ちしてますのでね、はい、遊びに来てください。それでは最後いきましょう。せーの、ショーキャンプ。